皆さんこんにちは、村木ひろいです。今回の村木式スパトリートメントメソッドは目元編です。常に物を見ている目は休む時がなく、現代は PC やスマホの使用が増えて、さらに目元は酷使されている状態です。眼精疲労により血行が悪くなって、目の下のクマやくすみ、目元の緩みなどの症状となって現れることもあります。緊張状態の目元周りの筋肉をほぐすとともに、上まぶたのたるみの原因となる頭の張りも緩め、目元用のアイテムで潤いをケアしていきましょう。それでは早速始めていきます。スキンケア中に行う場合は、洗顔後化粧水で整えてから行ってください。まずは周鼻筋、眼輪筋ほぐしから行います。メソッドを行う時のポイントは、常に自然な呼吸を意識することです。口はポカーンと開けておきます。力が入って噛み締めている状態だと筋肉が固まってしまいます。アプローチする場所は、目を開く時にも使う周鼻筋、目を閉じる時に使う眼輪筋です。この筋肉の緊張が和らぐと、目がパッチリ楽に開くようになります。この時の手の形は、左右の人差し指を鍵型に曲げ、第一関節から第二関節の平らな面を使います。それでは実際に始めてみましょう。まずは周鼻筋です。鍵型にした人差し指の平らな面を眉頭に当て、垂直に圧をかけながら持ち上げ、うん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 と縦に4回、いや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 と横に4回、首を小さく振ります。それができたら、今度は1センチほど横にずらし、同様に行っていきましょう。次は眼輪筋です。目尻と眉尻の間の少し外側のくぼみ部分に、鍵型にした人差し指を当てます。軽く引き上げて圧をかけた状態で、うん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 と縦に4回、いや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 と横に4回、首を小さく振ってください。斜め上に位置をずらし、同様に行います。続いて鼻周辺にアプローチをしていきます。鼻から眉を動かす鼻毛下正筋は、スマホなど近距離にピントを合わせるときに使う筋肉でもあり、ストレスがかかりやすい部分です。鼻筋や上唇鼻翼挙筋をほぐすことで、顔の真ん中に位置する鼻のむくみをとって、ぼんやり印象からメリハリ顔になっていきます。まずは目頭部分に左右の人差し指を置き、指の腹で鼻を掘り起こすような感じで、垂直に圧をかけながら上下4回、うに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 、左右4回、うに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 と指を動かします。眉頭部分も同様に行いましょう。ここでこのメソッドにあったアイテムをご紹介します。スパトリートメント EX ルーススピクルです。こちらを顔全体に塗布していきます。スパトリートメント EX ルーススピクルは、スパトリートメントが採用している特殊技術の一つ、マイクロスピクル配合の美容オイルジェルで、肌の奥からふっくら張りのあるお肌に導きます。保湿成分のヒアルロン酸を特殊技術で微粒子結晶に加工したマイクロスピクルベースの植物オイルと人型セラミドが、お肌の乾燥を防ぎます。アプローチする場所は、頬全体から目の下です。下まぶたの緩みは、頬の筋肉の弾力不足が原因の一つです。眼輪筋を支える頬の筋肉を全体的に刺激して、ふっくら立体感のある頬を取り戻しましょう。目の下の
骨に3本の指の腹を当て、垂直に圧をかけながら、うん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 と縦に4回、いや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 と横に4回首を小さく振ります。少しずつ外側に位置をずらし、3箇所程度行います。頬にアプローチをする際は、左右の人差し指を軽く曲げ、第一関節から第二関節の親指側の側面を使ってください。小鼻脇に鍵型にした人差し指の側面を置き、垂直に圧をかけながら、うん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 と縦に4回、いや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 と横に4回首を小さく振ります。小鼻と目頭の中間部分、目頭下部分に移動して3箇所同様に行いましょう。1センチほど外側に位置をずらしながら、目尻の方まで縦2列も同様に行ってください。ここでルーススピクルと合わせてご使用いただきたいジェル状化粧水のスパトリートメント EX インサートローションをお顔全体になじませましょう。肌の表面に残っているマイクロスピクルをしっかり浸透させます。緊張状態の目元周りの筋肉をほぐしたら、目元用の部分用シートマスクのストレッチアイシートで潤いケアしましょう。お肌に合わせて3種類から選ぶことができます。まず目の下に置き、片手で固定するように押さえて、もう片方の手でゆっくり目尻を引き上げるようにしながら貼ります。伸縮性のある特殊なシートなので、目元にもしっかり密着します。このまま10分程度貼っておきます。この後貼ったままでできる額や頭皮ケアをして、さらにすっきりした目元にしていきます。前頭筋へのアプローチをしていきます。前頭筋の緊張状態が続くと、まぶたが垂れ下がる大きな原因になりますので、しっかり緩めてまぶたの重みを解消しましょう。ここで手の形は拳を作り、親指以外の指4本の第一関節と第二関節のこの平らな面を使います。眉頭の上に両拳の平らな面を置き、骨に向かって垂直に圧をかけ、皮膚を引き上げた状態で外方向に5回小さな円を描きながらほぐします。外側にずらしながら、髪の生え際まで3箇所行いましょう。額の真ん中のライン、生え際のラインも同様に行います。ここのポイントとしては、手を垂直に当てキュッと持ち上げて外側に回すことです。最後に棒状腱膜にアプローチをし、頭をほぐします。棒状腱膜は毛細血管の数が少なく、血流が悪いため、抜け毛や白髪が気になる部分、全身の筋肉は頭頂部から筋膜でつながっているため、頭皮の硬直をほぐすことで顔のリフトアップにもつながります。まず頭の中央ラインの左右に5本の指の腹を置きます。髪をかき分けて頭皮をわしづかみし、圧をかけながら横に小刻みに動かし、額の髪の生え際から頭頂部を過ぎたあたりまで3箇所行ってください。アプローチをしたラインから 1,2 センチずつ外側に移動して、同様に2ライン行いましょう。ポイントは、動かしすぎると頭皮をこすってしまうため、小刻みに動かすことです。シートが乾く前に剥がし、指先を使って目元に残っている美容液成分を優しくなじませます。この後はお肌に合わせた美容液やクリームをつけて整えましょう。それでは最後に、予防プラスアルファケアを3つご紹介します。1つ目は、目を
温めること、目元のコリをほぐすには約40度で5分から10分温めるのが効果的です。2つ目はアイメイクは目の際まで丁寧に落とすこと。アイラインやマスカラが残っているとマイボーム腺が詰まりやすく、トラブルの原因になりかねません。そして最後3つ目、紫外線から目を守りましょう。紫外線は目にも肌にも大きなダメージを与えるので、 UV カットは1年中必須です。以上、ムラキ式スパトリートメントメソッドの目元編と予防プラスアルファケアのご紹介となりましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。コツコツ続けることが大事ですので、継続してケアしてみてくださいね。それでは次回、くすみ毛穴編でお会いしましょう。